お出迎え。私、敵じゃない。あなたたち、壊れた機械生命体を倒してくれた。機械生命体がこんなに言葉を使えるなんて。お礼する。私たちの村に来い。ほう、行くしかないでしょう。罠かもしれませんが、とりあえず情報収集のために行ってみましょうか。ついてったらいいのかな。攻撃したらダメなのかな。こっち、そっち。あ、さっきまで行けなかったとこだね。ちょっとごめんね、アイテムだけ取らせてね。上か。案外遠いんだ。あれは。ああ、トゥービーは見たことなかったんですね。あれは地上からバンカーや月面の人類基地に向けて資材を打ち上げているんです。宇宙空間では資材も燃料もありませんから。なるほど。遠いんだね。どうして機械生命体や、それを作った宇宙人はバンカーを直接攻撃しないんだろう。もともと宇宙から来てるはずなのに。その原因についてはいろんな議論がされているんですけど、結論は出てないんですよね。宇宙人の考えることはよくわからないです。あーっと、心臓に悪いなこの道は。またのご来園お待ちしております。てか白旗振ってるみんな。機械生命体の村。全員が白旗。戦う意志がないってことでしょうか。あ、機械生命体の言うことなんて信じちゃダメです。確かにあなたたちにとって、私たち機械生命体は敵です。私の名前はパスカル。この村の王者をしています。パスカル。この村に住む者たちは戦いから逃げてきた平和主義者しかいません。よければ皆さん自身の目で確認してみてください。あれ、喋ってくんないぞ。降参、降参だ。じゃあとりあえずセーブを。オッケー。燃料用のろ過フィルター。村に届けたらいいんだね。他は何もないのかな。隠してんじゃねえか。よし、じゃあ戻りましょうか。そういえばここから戻れんのかな。戻れないね。飛べないんだね。また来た道戻るのか。こっちは何があるんだ。近道とか。
違う？ここはどこだ？その箱を動かせば廃墟都市に出られますね。おお、なるほど、やっぱり近道なんだ。オッケー。オペレーター 6O より 2B さんへ定期連絡の時間。こちら 2B、 どうした？もうバンカーにいられないです。それは困る、作戦に支障があるから。ルビーさんは私を必要としてくれるんですか？ B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠。重い感じだね。だからルビーさん。以上、通信終了。おっしゃー、到着。アネモネ。高粘度オイル。でしょうか。勝手に通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか？口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。それじゃあね、また遊園地の方にね、行ってみましょうかね。お、なんだこいつ。ああ、なるほどね。見張りのロボット。あれ、ショップだ？ショップがある。あ、機械生命体の剣。斧。槍。ああ、なるほど。あ、これなんだ？あ、いたいたいた。パスカル。対話することでしか相互理解は得られない。私はそう思っています。なるほどね。お、何の音だ。何の音だろう。バンカーより緊急連絡。 2B さん、廃墟都市地帯に敵大型兵器の出現を確認しました。他にも機械生命体反応が多数あります。全ヨルハ部隊は迎撃に急行してください。大型兵器、トゥービー、やっぱりこいつらは僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。しゃ、その前に。よし。
さっきね、この槍、白の、おそらくね、矜持って読むんだと思うんですけども、この槍をね、拾ったんで、装備してみました。早速使ってみたいですね。司令部から飛行ユニットの配備の連絡がありました。座標をポイントしたので、向かいましょう。わかった。なんだこれ、真っ白になってんだけど。よし、こいつにもついてきてもらおう。なんだこれ、なんだこれ、あーミサイルか、アップね。あででかくね。なんか今ちょっと見えたよ。